コンドームは、大事なものです。世界一大切なものですね、はい、そうですか。三姉妹洋服会で好き勝手やらせていただいております。今日やるのはこれですよ、白滝。はい、これをポン酢で食うと絶対にむせるっていう都市伝説があるんです。ちょっと待って、ポン酢ってさ、黄色なの？はい、こいつをこうビシャーってやって、はい、これをほんずーってすすると 100% むせるということになります。誰かにやってもらいましょう。結構入ってますよ。何はい。開かない壁にぶつかっても、あはは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 はい、どうぞ。離れるんだ。今撮ってるから。そこでそこでですか。じゃあ待って、俺の荷物の前に出ます。ちょっと俺のところ、広いところ。すすれてる。何これ。何をやらしてるの。むせそうになった。ありがとうございます。高木根を検索したら出てくると思います、はい。でまあ、最近はちょっとイベント会場に行ったり、そういう動画を撮っているんで、もしよろしければ見てみてください。ではリンク貼っておきます。いや、ダメらしい。いや、ダメ。ポン酢って黄色じゃないんじゃない。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。行っていいですかね。行っていいですね。信じて行っていいですね。はい。開かない壁にぶつかっても、信じた道進む。すポン酢。なるほど。ということで、チャンネル登録、低評価、します。